はいそろそろ皆さんもう眠くなってまいりましたでしょうか寝てる人いませんでしょうか大丈夫ですかこれから熱海の大空中の嫌がりに向かってフィナーレを迎えてまいります皆さん目をかっぽじて開いてお願いいたしますそれでは続きましてまた長谷川の方から お話をさせていただきます、はいえー、2030会議のテーマのお話は先ほどまでで終わりましたけれどもリノベーションのまちづくりの推進にあたりましてはやもり会社というものがです、ね、非常に大事になってきますやもり会社というのは地域においてのお世話係のようなもの え資産をお持ちになっている所有者とそれから熱海にはたくさん今事業を行いたい方が入ってきて増えてきておりますその2つをつなぐ役割がヤモリ会社の役割ではないでしょうか、えー、物件をお持ちの方資産をお持ちの方民間も公共もまだまだ 使われてない資源がたくさんあります、えー、そちらをですつ、ね、ないでいただくヤモリ会社にどんどん活躍していただいて持続する熱海の街を作っていきますそんな中でもうすでに動いている方たちがいますヤモリ会社という立場もありますしそれから不動産オーナーという立場で 積極的にまちづくりに参加していただいている方もおりますそんな方たちをここからご紹介をいたします、えー、4名の方にお話をいただきますまずチャウスご準備をお願いしたいと思いますよろしくお願いします チャウスは第2回リノベーションスクールで住むだけではない作り,ための家作り手のための家をテーマに動き始めた建物です。で私はこの春からここでシェアアトリーを運営する問田と申します。簡単に経歴をご紹介するとちょっとここ10年ぐらいいろいろやりすぎてですね、ちょっと自分でも何屋さんだかよくわからないんですけれども。 元々は現代アートの作家をやっていたんですが、全国で展示会をするうちに、アーティストが食べれる環境を作りたいと思うようになり、5年ほど前から熱海で展示会の企画などをやりながら、株式会社町森の取締役として、町づくりとアートについて学んでいます。 熱海で街づくりをやるようになって悩んだのが、実は今までそこまで関わってなかった人たちと本気で仕事をしようとすると、意外とコミュニケーションが難しいということでした。で、その一例が実は代表の市木さんともちょっとコミュニケーション難しかったりするんですけども、<laughs> その、この最たる例っていうのが、99度にモデルになった社会企業の育成プログラムでした。ただ、このスサノが本当に厳しいプログラムで、そのお互いに話せなくても本気で話さなきゃいけないという必要性に追っかけられ続ける中で気づいたのが、実はアートもビジネスも街づくりも、 ある目的のために過去の事例や継続性を検証してそれを実現するというこの構造においては全部同じだとでその瞬間に今まで分かんなかった話が急に分かるようになったんですがそれと同時にゾッとしたのが今まで実は自分は街とアートという課題を抱えながら街の人にアートが本当は分からないんじゃないかとか。 新しい分野の人と話すときに、自分の分野の常識に合わせて話してたんじゃないかとか、つまり、街とアートが離れてるんじゃなくて、ここの間の対話が実はする人がいなかったんじゃないかと思いました。で、じゃあ、ちょっと一回街の人に話聞いてみようと思って、いろんな人に話聞く中で、例えばこの、熱海のピエロ、クラウンブッチさん。この方と話しに行ったら、まあ、最初まずピエロとブッチのクラウンは違う。 っていう話から、そのですね、あの、この人実は劇場で公演するシアタークラウンというクラウンで、で、劇場だったら南アタミに月3回しか使ってない劇場があるよねとか、で、劇場出るなら劇場のマネジメントをやっている社会企業会からそことつなげようとか、で、ブッチーさん実はアタミ市民全員クラウンにしようという契約があるとか、そんな話がいっぱい出てきて、で、これすごい面白いなって思う中で、じゃあ、こういう面白い人たちを紹介しながら、この人と人のつながり、人と場所、人と仕事のつながりを紹介するサイトを作ってみたらどうだろうと思ったら、 人のつながりで思わぬものにですごい熱海らしいサイトができてじゃあここで劇場の申し込みフォーム作って予約やってチラシやって集客やってガーッと考えて気づいたんですけどちょっと自分で変わってるのかなっていうのにここで気づきました <laughs> ここまで妄想が具体的に広がってこれ何なんだろうって思った時に気づいたのがこの経歴だったんです不動産やってる家に生まれて建築教育アート そして、マネージメント、ビジネス、街づくりっていう、これを踏まえたから、これだけいろんな着想と発想が広がるのかなって。で、それを自覚して今度街をもう一回見てみたら、本当に今までのコミュニケーションの外側にアートの仕事が広がってました。例えば、旅館の方と話すとき、今まではどうしても集客を目的とした展示会に話が終始してたんですが、実はアートって集客苦手なんですよ。 で集客ではなくて例えばその旅館の経営理念とか歴史を形にしてくださいあるいは本当に特定の人のための作品を作ってくださいっていうと広告代理店より面白いことがアーティストはできたりするんですそうこのインタビューを通じて街の人たちとのコミュニケーションを深めてその中で今まで気づかなかった仕事やつながりの中にアーティストの仕事を増やしていくというのがこのアーティストが食べて暮らせる環境を作る答えなんじゃないかと思いました ただ、これ、分かったないんですけど、個大きな問題があって、これ、アート以外にもすごく仕事が出てきちゃうんですよ。で、それをどうしようかと思ったときにも、熱海を一個の大きな会社だと思うと思いました。私はもう熱海の PR に特化して、いろんな人と会って、そこで仕事やつながりを見つけて、そこで見つかった仕事は、熱海の町の事業者さんにどんどん紹介していきます。で、そこの中のデザイン、アートのマネジメントだけを自分の事業にすることで、まあまあ、して、まあ、これが回っていくるんじゃないかなと思いました。 そして、この基地となるデザインアートのスペースとして、チャースに、えー、なぎという、えっ、ー、と、シェアスタジオですね、これスタジオで、えっ、ー、とクリエ、クラフトとデザインのオフィスになるところを作ろうと思いました。で、これで、でチャースには、あ、戻ります。チャースには実はですね、その、オードカフェというコーヒーが本当に美味しい人が集まるためのカフェと、マイテーブルというクラフトショップがすでに動いています。 ここにこの人がつながる仕組みが入ることで、街が混ざり、新しい流れが生まれて、街に新しいアーティストの居場所ができるんじゃないかと。そして、これを実現するために、今まで私がやってた、金龍温泉というアートイベントの運営団体を株式会社にしました。で、このテーマをやるようになってから、実はまあ私、いつもこうやってヘラヘラをしてるんですけれども、<laughs> その、アーティストでも企業でもない自分の居場所っていうのが実はちょっと悩んでいて、その、どこに行ったらいいんだろうっていう不安感はずっとありました。 ただこのテーマが見つかったことでやっと自分が熱海でしかできない仕事が見つかったような気がしますでこれから皆様にはインタビューであったりとか事業相談であちこち行くと思いますが引き続きよろしくお願いいたしますありがとうございましたはいありがとうございました、えー、続いては、えー、公共空間を使っていただきます海辺の熱海マルシェですよろしくお願いします えっと、4月から海辺の熱海マルシェの事務局長も務めることになりました。鳥田と申します。えっと、海辺の熱海マルシェは2013年の11月から格付けで開催されたマルシェで、おかげさまで3月26日をもって第21回を迎えます。で、意外と知られていないんですが、この熱海マルシェって街づくり的な2つのテーマがあって行っていました。1つが公共空間の活用。これが道路になります。もう1つが企業のゼロ字ステップにのされる。この2つをテーマとして行ってきました。で、これがどうかというと1つは、 この海辺の熱海マリセェのおかげさまで、銀座通りで開催するマリセェとしてだいぶ周知していただけるようになりました。そして、銀座通りに10軒あった空き店舗が3つまで減りました。で、これはマリシェのおかげというより、本当に銀座通りの皆様、そして熱海市全体のおかげなんですけれども、まあ、これをもって一つのきっかけとして、次のステップにマリシェも行こうじゃないかということで、まずは開催場所を変えます。それが、こちら、海辺の浸水公園です。ね。 こちらのなぜ海辺であるかと,いうと実は熱海の町と海というのが少し離れてるんじゃないかということで、その町と海の間でマリシャを開催することで、それをつなげていこうと考えています。こちらの日程で開催しようと思っていますので、よろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます、えー。続いては、不動産オーナーさんの立場でお話をいただきます。佐藤さん、お願いいたします。 こんにちは私は佐藤椿株式会社の代表の佐藤と申します熱海の銀座通りで土産物屋を経営しております企業っていうのは人と不動産からできているわけですしたがって企業の集積町も人と不動産からできていると。 いうことになりますそして、えー、人と不動産との関係がうまくいかなくなってくると空き店舗あるいは、えー、シャッター通り商店街という病理現象が発現してきます各、えー、私どもの自社ビルも、えー、病理現象が発現しそうになったので、えー、一木君が主催する、えー、町づくり会社に 入居していただいてテこ入れをしていただこうということになりました、えー、結果まち、えー、づくり会社が運営するない、えー、どこを、えーま、拠点として非常に多くの、えー、方々が起、えー、業家として、えー、出発しようとしていると、えー、全くあの利用価値のなかったスペースが、えー、大変 大きな可能性を持つスペースに変わったということで不動産オーナーとしてあの妙に尽きるということでございます最後の一言貸しててよかったどうもありがとうございました <laughs> はいありがとうございました 続きましてなぎさートです。よろしくお願いします。なぎさート大家の吉田と申します。よろしくお願いいたします。<laughs> えなぎートは第1回熱海リノベーションスクールの対象物件です。渚町にある小さな渚町の小さな路地にある2軒の元、スナックをアーティストが暮らしながら創作活動ができる場所にするということでスタートいたしました。なぎさートの位置がこちらです。熱海の海沿いに面した小さな路地にあります。 今日の会場がこの黄色い丸ですのでもうちょっと海沿いになります渚町の歴史です昭和24年キティ台風関東地方を直撃したこの台風で渚町にも被害が出ました翌年昭和25年の熱海大火海風を受けて火は内陸へと燃え広がりました渚跡のあるエリアは運良くこの被害を免れたエリアとなります そのため今でも木造の住宅が多く残っている地域となります渚跡の始まりは2013年11月のリノベーションスクールここからプロジェクトがスタートします翌年2月にはお掃除ワークショップ30人近い方にお集まりいただきこの日1日でパッカー車1台2トントラック2台分のゴミが運び出されました これがそののの最初の時の様子ですねそして、こちらが渚アートの今までの活動を時系列にまとめたものですご覧いただいてお分かりになるように渚アートの工事はほぼワークショップで進めてまいりました <laughs> <laughs> そして2015年8月いよいよ、えー、と待ちに待った入居者さんが入居してくれました、えー、こんな感じで素敵に住んでくれてたんですね。 <笑><笑>ところがこの年の12月に訳、まあ、あって退去されてしまいます <laughs> えそ,それで私は少しの間悩みましたこのプロジェクトを進めるべきかそれともやめてしまうか、えー、悩んだ末私はこう決断しますよし決めたこうなったら自分が住みたいと思えるようになるまで工事を進める そしていよいよよプロの手を借りた本格的な工事がスタートします <laughs>。のその時の課題は耐震、漏電断熱まずは耐震対策壁を剥がすとそこは外 <laughs> 基礎も腐っていたり古い木造のお家はなかなか一筋縄ではいきませんでしたそして次に漏電対策建物中の配線をすべて新しいものへと入れ替えました。 そして断熱工事、未完組の竹内さんをお招きし、3日間で延べ60名の方にご参加いただき、渚アート史上最大のワークショップとなりました。ここまでたくさんの人の力を借りてやってきた渚アート、<laughs> その先には、私の描く渚町の未来がありますごめんなさい頑頑張れ <laughs>、はい、頑張れはります。 私たちが子どものときのように、路地に響く子どもたちの声、それを見守るおじいちゃん、おばあちゃん、そして安心して渚町で働くお父さん、お母さん、そんな渚町を取り戻したいんです。ごめんなさい、涙が垂れてきちゃった。<laughs> えー それが私の渚町アートが暮らす町構想ここで言うアートとは自分の暮らしを作るという意味でもありますただそれを実現するためには私一人の力ではどうにもなりませんそこで私と一緒に渚町の暮らしを作る仲間を募集しますあごめんなさい ナギサートに住んで自分らしい暮らししてみませんか。最後になりますが、4月の21日から23日、ナギサートのお披露目を、うん？お披露目のお、えー、オープニングイベントを開催いたします。な、えっ、ー、とたくさんの仲間たちと作り上げたナギサート、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。 はいありがとうございました、えー、まだまだありますよ終わらないです